ロシアの詩人、外交官である。頭でロシアはわからないという言葉で知られる。ミュンヘン、トリノに暮らし、ハイネーやシェリングと信仰があった。文壇には加わらず、自らを文学者と呼ぶことはなかった。およそ400編の詩が残されており、その詩句はロシアで極めて頻繁に引用される。初期の詩は18世紀の詩的伝統の身の中で作られている。 1830年代の彼の詩にはヨーロッパのロマン主義の伝統が大層強い。それは哲学的女上詞であり、その基本的なテーマは宇宙、人間の運命、自然をめぐる施策である。40年代にはロシアと西洋文明の相関の問題を扱った政治的論文をいくつか書いている。50年代のチュッチェフは一連の熱烈な恋愛詞を作っており、 そこで恋愛は悲劇として捉えられている。これら一群の詩は彼の愛人、エルナ、A デニーシエワに捧げられたものであり、後にいわゆるデニーシエワ詩編としてまとめられる。60年代から70年代にかけて、チュッチェフの創作は政治詩が中心になる。最も有名な詩、セレンティウムは沈黙への悲痛な呼びかけであり、 人は他者を最後まで理解することはできないということへの無念の思いである。またそこにある語られた思想は偽りであるというしくは、頭でロシアはわからない、我らの言葉への反応は予見できないと並んで、極めて頻繁に引用されるチュッチェフのアホリズムである。アンドレー・タルコフスキーの映画、ストーカーのラストシーンで少女が暗唱する死もチュッチェフの死である。 ありがとうございます。